仙台市内で死んでいるのが見つかったオ白鳥について遺伝子検査の結果鳥インフルエンザウイルスの陽性反応が出たため今後詳しい検査が行われることになりました県によりますと今月5日仙台市内でオ白鳥1羽が死んでいるのが見つかり遺伝子検査を行ったところきょう A 型の鳥インフルエンザウイルスの陽性反応が出たということです より毒性が強い高病原性化確認するため確定検査をする予定で結果が出るまで1週間ほどかかる見込みです確定検査で陽性が確認されれば2016年11月以来となります遺伝子検査で陽性だったことを受け環境省は死骸の発見場所から半径10キロ圏内を野鳥監視重点区域に指定しました県は 区域内で野鳥が大量に死んでいないかや鳥インフルエンザが疑われる症状が出ている野鳥がいないかなど監視を強化しています。